ロバート・バーンズ、ロバート・バーンズ、ロバート・バーンズ、1759年1月25日から1796年7月21日は、スコットランドの国民的詩人である。スコットランド語、スコッツランゲージを使った施策で知られ、スコットランド民謡の収集、普及にも努めた。1759年、バーンズは、スコットランド南西部サウスエアシャや、アロウェー、 アラワいの貧しい小作農の家に七人兄弟の長男として生まれた。敬験な長老教会信徒で教育熱心なロバートの父親は息子たちに読み書きを学ばせ、ロバートは弟と共に農場で働きながら死を作り始める。1781年、ウィリアム・ウォレスを英雄と仰ぎ、アメリカ独立戦争の精神に共感していたロバートはフリーメイソンに加入。 そこで得た人脈は、後の彼の詩人としての成功の足がかりとなった。1783年から、スコットランド語のエアシャイアや方言を使った試作を行い、1786年には、初の詩集、ポアムズ、チーフリー・イン・ザ・スコテッシュ・ダイアレクトが出版される。これは今日では、キルマーノック版、キルマーニック・エディションと呼ばれるものである。この成功を受けて、 翌1787年には、エディンバラでも、彼の詩集が出版される。ロバートはしばしば複数の女性と、親密な関係を持った。1788年、かねてから恋人だったジーン、ジーン・アーマーと結婚したが彼女との間の五人の子の、他に、彼には九人の死生児がいた。ハイランドのメアリー、ハイランドメアリーも、数多くいた恋人の一人に捧げられた詩である。 死生児の養育費も含めてかさむ家計を支えるには、試作で得た収入では足りず1789年、ロバート・シューゼイリの仕事に就く。この時期、シャンタのタム、タム・オ・シャンターや、我が恋人は、赤き章、レッド、レッドローズなどの優れた作品が生み出された。また自ら収集し、新たに作詞し直した民謡を、ミュージカル・ミュージアムや、 セレクトコレクションオブオリジナルスコティッシュエアーズなどで発表した。詩人としての大きな名声を得た一方で、ロバートは、リュウマチ熱に苦しみ1796年、新疾患のため37歳で没した。農民詩人、プラウマン・ポイット、スコットランドの最愛の息子、スコットランド、S、フェイブリットさん、エアシャーの大詩人、バード・オブ・エアシャーとも呼ばれる。 スコットランドの国民的詩人ある。スコットランド語を試作に用いたことでよく知られるが、大半の彼の作品は英語で書かれ、その一部にスコットランド語を含めた形式のものである。このことによって、スコットランド語話者のみにとどまらない読者層を獲得したとも言える。その作品には、弱い立場にある者への愛情、社会の不正義への風刺が含まれている。 ロバートはイギリスにおけるロマン主義運動の先駆者とされ、今日でもスコットランド文化の象徴的存在として影響力を持っている。クライズ・デール銀行が発行するポンド紙幣に肖像が使用されている。ロバートが収集し自ら改作した数々のスコットランド民謡は世界各地で親しまれている。日本でもアルド・ラン・グザインはホタルの光としてコミンセル・ザライは 故郷の空としてなじい深い。アルド・ラング・ザインは、スコットランドの新年、ホグ・マネーで集まった人々全員で歌われ、また、イギリスの夏の終わりと秋の始まりを告げる、音楽祭、BBC プロムスの最終夜の最後に演者と観客全員手を繋なぎながら歌われる。スコッツは肺は長く、スコットランド国家に純ずる歌として扱われてきた。スコットランド国民党の党歌としても知られる。 1999年7月1日、スコットランド議会が開会した際には、A-Man-SA-Man-4-A-Z が歌われた。年間いつでも行われることがあるが、特にスコットランドでは、バーンズの誕生日である1月25日または25日付近の日は、バーンズナイトと呼ばれ、バーンズサパーを開きバーンズの生涯や作品デルシを記念し、祝祀日とされている。セルカークグレス。 で、ディナーが始まり、メインディッシュには、伝統料理ハギスが供される。バグパイプに引き入られ、運ばれてきたハギスを前に、バーンズの、ハギスに捧げる歌を朗読し、ハギスにナイフを入れる儀式が行われる。さらに、バーンズの詩やバーンズにちなんだ話、バーンズの詩による歌謡や音楽が披露され、最後に参加者全員で手を繋ぎ、アルドラングザインを歌って、終演となる。 バーンズナイトは、スコットランド系移民の多いオーストラリア、ニュージーランド、北、アメリカ、カナダなどでもしばしば行われる。日本でもセントアンドルーソサイティ、ショートトニアンドリューソサイティオブ横浜東京、日本スコットランド協会などで、バーンズサッパーが開催されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。